トップ1、または DNA とポイソメラーゼ I は、人ではトップ1遺伝子にコードされる酵素である。DNA とポイソメラーゼであり、DNA 一本鎖の一過的な切断と再結合を触媒する。トップ1遺伝子は、転写時の DNA のトポロジーを制御し変化させる酵素である DNA とポイソメラーゼをコードする。この酵素は、 1> DNA 一本鎖の一家的な切断と再結合を触媒し、切断差を非切断差の周りに回転させ、それによって DNA のトポロジーを変化させる。この遺伝子は20番染色体に位置し、1番染色体と22番染色体に偽遺伝子が存在する。トップ1を含む YB 型トポイソメラーゼは活性部位のチロシンが 切断差の三輪酸末端に結合した共有結合中間体を形成する。深核生物の I 型トポイソメラーゼはマイナス4イ、e、からマイナス1位、e、の配列が 5t マイナス3となる地点を好んで DNA にニックを入れる。酵素はマイナス1位、e、の t 残機と共有結合的に結合するがマイナス1位、e、は c 残機であることもある。 人のトップ1タンパク質は4つの領域に分割される。N 末端の214アミノ酸はインビトロでのスーパーコイル構造の緩和活性には不要であり、4つの各極在化シグナルと他のタンパク質との相互作用部位が存在する。N 末端ドメインに続いて高度に保存された421アミノ酸からなるコアドメインが存在し、 活性部位のチロシン残機を除くすべての触媒残機はこの領域に含まれている。これに続いて77アミノ酸からなる保存性の低いリンカードメインが存在する。53アミノ酸からなるシーマッタンドメインには活性部位となるティール723が存在する。トップ1は活性部位のチロシンを DNA のホスホジエステル骨格を攻撃する嗅覚剤として用いる。 エステル交換反応によって DNA を切断する。トップ1は切断さの3末端に共有結合的に結合した後 DNA を非切断さの周りに回転させることによって DNA のスーパーアコイル構造を緩和する。その後、切断さの5ヒドロキシル末端はリン酸チロシン結合を切断しトップ1の有利と DNA の際ライネーションを行う。 ニックを形成して閉じる反応は早く、1秒間に約100サイクルの反応が行われる。切断された1本腐り DNA の3末端に、対脂トップ1が、一家的に共有結合的に結合した構造は、トップ1、DNA クリービジコンプレックスと呼ばれる。トップ 1cc は、トップ1阻害剤の特異的標的である。トップ1を標的とすることが最初に示された、 疎外剤の一つが、イリノテカンである。イリノテカンは、細胞毒性を持つ天然アルカロイドである、カンプトテシンのアナログである。カンプトテシンは、関連木キャンプ体セカ悪味があったから得られる。イリノテカンは、その代謝産物である SN、SN-38 を介して、特に有効性を示す。イリノテカンと SN、SN-38 はトップ 1cc の一部、 プラス1位の DNA 配列がグアニンである複合体を補足することで作用する。イリノテカン、または SN-38 はトポイソメラーゼによって誘導された切断部位に隣接する塩基体に対してスタッキングしトップ1構造を付加性化する。トップ1は1985年から人の癌の治療標的として知られている。 カンプトテシンのアナログであるイリノテカンやトポテカンはトップ1を阻害し FDA に承認され臨床現場で用いられている抗がん化学療法剤の中で最も効果が高いトップ1はクラス変異非小細胞肺がんで高発現しておりまた生存と相関していることからトップ1阻害剤はクラス変異主要の患者に対して投与することでより 高い効果が得られることが示唆される。合成致死性とは、二つまたはそれ以上の遺伝子の発言の欠乏が組み合わさることで、細胞子が引き起こされるが、これらの遺伝子のうちの一つだけが欠けた場合には、引き起こされない、という現象である。欠乏は変異、エピジェネティックな変化、または遺伝子発現の阻害によって生じる。入りの手間によるトップ1の不活性化は、 一部の特定の DNA、修復遺伝子の発現の欠乏との組み合わせによって合成致死となるようである。イリノテ間によるトップ1の不活性化は結腸癌患者において DNA 修復遺伝子 WRN の発現の欠乏とともに合成致死となる。2006年の研究では WRN 遺伝子のプロモーターが 高メチル化された45人の大腸がん患者とメチル化されておらず、WRN の発言が高い43人の患者の比較が行われ、イリノテカンはヒメチル化群よりも高メチル化群に対してより強い効果を示した。WRN 遺伝子プロモーターの高メチル化は大腸がんの約38%で見られる。イリノテカンによるトップ1の不活性化は、 DNA 修復遺伝子 MRE11 の発現の欠乏と合成致死となる可能性がある。ステージ3結腸癌の1264人の患者に対して行われた近年の研究では、術後の補助療法として後フルオロウラシル、ロイコボリンの毎週ボーラス投与、またはイリノテカン FU、LV の投与が行われ、8年間の追跡が行われた。 使用の11%では、MRE11 遺伝子の DNA 配列中の一連のチミジン配列の血質のために、DNA 修復酵素 MRE11 が、欠乏していた。治療プロトコルの FU、LV に入りの手間を加えることで、MRE11 欠乏患者では、野生型 MRE11 患者よりも良い長期、無病生存率が見られ、 イリノテカンによるトップ1の不活性化と MRE11 の欠乏との間にはある程度の合成致死性が存在することが示唆されている。多数の臨床を前段階の研究により、ガンで一般的な他の遺伝的、またはエピジェネティックな DNA 修復の欠乏とイリノテカンとの合成致死性も示唆されている。例えば、 DNA 修復遺伝子 ATM は多くのがんで高頻度で高メチル化されている。2016年の研究では、胃がん細胞、またはマウスモデルでの ATM の発現低下は、ATM が高発現している細胞と比較して、イリノテカンによる不活性化に対する感受性の増大を引き起こすことが示されている。このことは、ATM の欠乏とイリノテカンを介した。 トップ1の欠乏との合成致死性を示唆している。NDRG1 遺伝子の発現の欠乏との合成致死性を示す化合物を探索するスクリーニング研究では3360の化合物のスクリーニングから入りの手間を介したトップ1の欠乏が前立腺がん細胞での NDRG1 の欠乏との合成致死性を示すことが明らかにされた。 NDRG1 は前立腺癌における定位抑制遺伝子であり DNA 修復に関与しているようである。ヒトヘラ細胞に対する UVB 照射はトポイソメラーゼアイと DNA との間の共有結合型複合体の形成を特異的に促進する。トポイソメラーゼアイは UVB 照射や他の要因による DNA 損傷を除去する過程である。 ヌクレオチド除去修復に直接的に関与しているようである。トップ1は次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。